ワン、ツー、スリー、フォー。大きな栗の木の下であなたと私仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下で。瀬戸康史のマイクラ PE 実況。男ってのはそもそも旅人なんだ。一つの場所にはずっととどまっちゃいられない、そういう生き物なんだ。ああ、俺はある日ふと思いついて旅に出た。フラット旅に出た。どこに行ったかっていうと、日が昇る島じゃない反対の方に海に泳ぎ出したら一体どこに着くんだろうってちょっとした疑問が湧いたから、散歩がてら海に泳ぎ出した。しばらく行くと島があった。嬉しかった。なんとなく上陸した。夜が来たから小さな家を作って夜を明かした。そう、帰れなくなった。パンプキン島にようこそ。私のいる島はパンプキン島でございます。え？あれマグマか。下をご覧ください。私がとりあえず建てた小さな家です。私のとりあえず建てた小さな家のレベルが上がっていることがお分かりでしょうか。初めてこの島に来てパンプキンを発見しました。この世界初めてのパンプキンでございました。なのでこの島はパンプキン島でございます。ご覧ください。でかい島です。はい。そして僕のちょうど頭の付近にも、あれも多分パンプキンですね。つかパンプキンは壊していいの？それがよくわからなくて、まずそこがわかんなくて、パンプキンほったらかしなんだけど、一回じゃあパンプキンを削ってみようかなと思います。それでは下降ります。男ってのはそもそも旅人なんだよ。仕方ねえんだよ。最初の島？なんだよそれ。どこだよそれ。教えてほしいわマジで。どこだそれ。帰りてえわ。うわ、なんか登ってきとった。まずい、まずい。帰れ俺の家に。まずい、寝れないか。はい、私のパンプキンとパンプキン島の第一拠点にようこそ。こちらです。夜になるとね、敵に囲まれてしまう、そういう場所でございます。どうしよう、やるか。よし、寝た。おはようございます。それでは参りましょう。パンプキン島の冒険編スタートです。勝手に章を変えるなんて、何の予告もなく勝手に新しい章に突入するなって話なんですけど。お、鳥、この野郎、俺ちょうど持ってるぞ種。鳥こら。おい鳥、入ってこれないの？はい、こんにちは。住人こいつです。鳥です。鳥さん、こんにちは。先言うなや。こんにちは、よろしくね。お前が言うな。よろしくお願いしますね。なんでお前来たんだよ。せっかくこの島まで逃げてきたのに、なんでお前いるんだよここに。もう恥ずかしいわ。ね、やめてくれや。それではですね、これですよ。これを見つけたんですよ私。パンプキン、ちょっと一個削ってみようかな。ちょっと初めてだからさ、ぶっ壊れちゃうものなのかもしれない。いきます。えいっ。お、そしてパンプキンを置き直すことができるの。これ上置いてみようか。おーい。来たぜおい。マジかおい。こいつって増やせんの？じゃあさ、俺ね、ちょっとこれからね、自分の家の周り、やっぱね、村探したいんですよ、村を。で、ここにね、
今塔を建ててましたけど、この塔の上にちょっとパンプキン建てて、で松明灯して分かるように目印の塔にしたいんですよ。今回からはもう迷いたくないから、あの冒険も高度になっていきますから、難易度がちょっと上がっていきますから、だんだん上からどうやって降りてくるかっつうと、バケツで水を伝って降りてくるつもりです。あ、そしたら松明の火消えちゃうか。こっち降りれるよね。ちょっと待って、こっち側に降りるから、え、ダメじゃん、破壊しとこう。テスト、テスト、ここから問う、おう、オッケー。じゃあこっちに、じゃあどこ降りてもいいようにしとこう、どこ降りてもいいようにしとこう。1マスだと多分ダメなんだ。ここだけは絶対降りちゃダメなエリアだな。よし、じゃあこれで登っていきましょう。上行きまーす。いけないとこまで行くよ。パンプキン島からダイブするからね。あ、ここがトップですね。トップから1個削っとこうか。なんかね、さっきバグったのよ、最初ゲーム始めするとき。なんかリスポーン地点がなんかちょっと上になって、なんかうううううってなったから、ちょ、その様子どうぞ。あ、なんで、はい、こんな感じで一番頂点の状態でゲームを閉じて、でまたゲームを開けるとなんか一個上になっちゃうのかわかんないけど、座標がで、なんかうううううってなっちゃう。一番上は怖いっていうのをちょっと学習しました。多分バグだと思うんですけど、ね、はい、かぼちゃ置きました。で、あとは松明、あ、そうか、かぼちゃの、かぼちゃの下に松明、はい、松明つけるのも簡単になりましたよ。これ絶対十字キー押しちゃダメだから。はい、そしてかぼちゃ、かぼちゃ、パンプキン、パンプキン置いて、私の仕事は達成でございます。そして方向を見定めておこうかな。降りちゃダメなとこってどっちだったっけ。あ、これで見ればいいんだ。サードパーソンビュー、あ、これは学習したね、俺ね、学習した。はい、サードパーソンビュー、おい、素晴らしいね。あ、かぼちゃの顔はあっち向いちゃったんだね。まあいいや、太陽見よう。太陽の動き読むの難しいんだよな。あっちに落ちていってる気がするな。完全に落ちてるね。あっちが西だ、西なのでこうだね。あっちが北なんだ。だからかぼちゃは、かぼちゃは日が沈む方を向いてるってことだね。なるほど、かぼちゃが西ね。北、西、南、南がマグマだ。わかりました。それじゃあダイブします。大丈夫だよね。俺結構いい装備つけてるけど、あの、なくなるの困るよ。いきますよ、せーの、ダイブ。うおお、あー、なんでなんでよ、なんでよ、まずいまずい、回収回収。はい、俺ここで一回寝ちゃってるんで、ここで行っちゃいここで行っちゃい寝ちゃってるんで、だい、あれになっちゃった。あ、どこ、あ、当たった。リスポーン地点もここになっちゃったんですよ。ちょっとアイテム回収。なんでなんで、マジで結局死んじゃったじゃん。よし、それちょっと戻ろう。ただいま。お、まずいぞ、待てやつが来た。おい、疲れたよ今日はさ。上の方に登ってさ、鳥です、パンプキンくっつけてきたのよ俺。知らねえし、そんなの。またさ、なんか 上から落ちてくれば下水ちゃんと掘ったんだけど、知らねえし、ね、あ、大丈夫かなと思ったんだ。でも2マスでもね、ダメだったの。2マスってな、2マスでも、2マスってな、ピューとして、で、ボンって、もう死んじゃった。1回死んだ、今日1回死んだ俺。死んだのお前、どう、じゃあお前なんだの、こんな俺、どう、今お前いるこんな俺ってなんだ、お前誰だよ。いいよな、かっこいいよな。知らねえし、あっち行けよ。どう、で、お前どう、調子どう、お前どうだった。ここから出せよ、ここから出せ。あ、そっか、あ、そっかじゃね、よし、よしじゃね、なんなんだよ、うん、寝れねえんだ、ざま、ざま、このパターン困るな。困るよ、困ったな、出してくれよ、マジ出してくれよ。バカ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 、おやすみもうほんと匠苦手なんだ俺、剣をミスるんだよね、攻撃しづらいのよ。あーあ、あ、あ、鳥、おい鳥、おい鳥、ああ、ははははは、あまあちょっとこれ直しときます。はい、ということで高い塔が出来上がりました。
これから遠くに出て行ってもあのパンプキンの塔があるからね、戻ってくることができると思います。ということで、フラッと来てしまったパンプキン島編が今日から始まります。これからもよろしくお願いいたします。最初の島にももちろんそのうち戻りますよ。それでは旅人の瀬戸康史でございました。じゃあの どうもこんにちは。どこにいるかわかりますか？鳥です。なんか前に行ったり後ろに行ったりしますけど、これはあの尺がなかったんで、あの同じ素材をずっとあの逆戻しと順送りでなんかこう繰り返してるだけです。鳥です。こいつ一体どうするつもりなんですかね、パンプキン島とか言って。それでは今後ともよろしくお願いいたします。鳥でございました。